皆さん、こんにちは。大阪成蹊短期大学生活デザイン学科准教授の山下です。皆さんと一緒にアパレル繊維学を学んでいきましょう。この授業では、繊維の原料の話、そして糸を作るまでの話です。また後半はアパレル材料学という授業があり、そこでは織物を作ったり編み物を作ったり、またその特性を皆さんと一緒に学んでいきます。今日のテーマは、人はなぜ衣服を着るようになったかという大変壮大なお話をしたいと思います。なぜ人類は衣服を着るようになったのか。一番最初に私たちが思いつくのは、寒さをしのぐ、日焼けを防ぐ、ではないでしょうか。もちろん、最終的には、寒さを防ぐということが、アパレルのきっかけになったことには間違いがありません。しかし、チンパンジーを見てください。人間の前はチンパンジーです。私たちはチンパンジー、猿から進化して人間になりました。猿は服を着ていません。なぜなら、体が毛で覆われているからです。気温が下がりました。寒くなりました。なら、人間ももともと毛があったはずですから、それでよかったじゃないですか。頭に毛が残ってますね。でももっと全身に残っててもよかったんじゃないですか。なぜなくなってしまったんでしょう。怪我から体を守るために衣服を着るようになった。確かに今はそうですね。でもやはり、チンパンジーは服を着ていません。毛があり、それで守られています。やっぱり、この場合も寒さだけでなく、怪我から守る場合も、毛がもっと生えていたらよかったじゃないですか。そうすると、この疑問には答えることができません。なぜ人類は衣服を着るようになったのか。ある学生さんはこう考えました。人を見分けるためじゃない。部族同士が争いをしたときに敵と味方がわからなくならないためじゃない。そう考えました。確かにそうですよね。サッカーの試合、野球の試合、必ずチーム同士でユニフォームの色を決めています。対戦するときは違う色、相手がわかるようにしていますよね。これは大事なことです。しかし、それは衣服が発展してからできたことです。服に色を染める、服の形を変えるというのは人間が衣服を着るきっかけということはできないですね。人はなぜ衣服を着るようになったのか。体のラインを違って見せるためじゃないか。これも先ほどの民族衣装、部族を見分ける衣装につながるかもしれません。私たちが今日服を着る理由、それは寒さから身を守るためではなく、もちろんそれもありますけれども、ファッションという要素が大きいですね。綺麗に見せる。
体のラインを美しく見せる、強調する、そういうふうなことも今日では衣服の大切な要素になっています。しかしこれも、なぜ人間が衣服を着るようになったのかというその理由を説明することはできません。なぜ人間が衣服を着るようになったのか。皆さんご存知のように、旧約聖書、人間の起源であるアダムとイブの話が書かれています。アダムとイブが恥ずかしさから身を守るために大事なところを隠した。ジジクの葉っぱで隠したという話がありますよね。でも、確かにこれは間違いではないですよね。そうすると、人間は猿から進化した。動物は羞恥心がない。でも人間にはある。そうすると人間は猿から進化したのではないのか、ということになって、それを考え出すと非常に難しい話になります。ここでは、その話は横に置いておきましょう。しかし、人間がアパレルを着るようになった、その一つの大きな理由に、羞恥心があるということは間違いないんじゃないでしょうか。人間が猿から進化しなかったと言ってしまうと、これは学術的には大きな問題ですから、やはり人間は猿から進化した生物であるということにしておきましょう。その過程の中で一番大事なのは、なぜかまだわかりませんけれども、体毛がなくなってしまった。それが一つの大きな原因です。そして、人間が言葉を喋れるようになった。道具を持つようになった。そしてまた、性行動も猿と違っている。そうした中から、羞恥心が生まれ、そして、衣服を着るようになった。こう考えてみてはいかがでしょうか。そして、人間が衣服をまとい始めた頃、その時に、今から7万年前に、ドバ火山の大噴火が起こり、氷河期が始まり始めた。それと、衣服を着るということを、さらに強く促進した。そして、今日に至った。どれが正しいか、何が真実かは、まだまだこれからの文化人類学の発展を待たなければいけませんけれども、こうやって衣服を考えていくということも非常に面白いんじゃないですか。今でも木の皮から衣服を作っているという民族がいます。芭蕉布から糸を紡ぐ。これは沖縄の文化の中で生まれた非常に高級ですけれども、もう少し簡単に木から剥ぐ。動物の毛を切る。寒い方では動物の毛を、南方の方では木の皮、木の皮の方が熱伝導が高いです。から、毛皮は厚いですよね。まあそうやって、今から
7万年から5万年ぐらい前に人類は衣服を身につけ始めたのではないでしょうか。このビデオの中ではその様子を学んでください。製造树皮衣的材料是树皮布。树皮布是一种植物性模仿布。根据民族资料显示，树皮布是用木或者石质的拍，长时间拍打湿润的树皮而成。制作树皮布有几个要点。第一，首先是找寻合适的原料。黎族地区有很多高大的桑科植物，这种树皮就是制作树皮布的原料了。第二是工具，一种是勾刀，用来剥树皮。等个几米来行，等个几米来行。好了，对，这个就作为这个长短的一个位置了哈。对。另一种是木锤，用来拍打树皮。要制造树皮布，首先是剥取树皮。慢点，来。然后将树皮加水浸湿，再用木棍或者木锤敲打树皮，令它的表皮破裂，那就会出现柔软的纤维。将拍打好的树皮纤维浸入水里面，反复清洗多次，直至洗净为止。最后将树皮脱水晒干，之后就可以裁剪缝制成树皮衣服了。アパレル繊維学という授業を通して衣服を好きになり、なぜ人間が衣服を着るようになったかということをいつも考えながら学びをしていっていただくと非常にありがたいです。